はい、バイテオチャンネル始まりました。久しぶりにこんな始まり方。めちゃくちゃくつろいでるじゃないですか、テントの中で。初めての小川グロッケの中に入ってるわけです。実はキャンプに来てるんじゃないですよね。そう、ここはいつものあのテントさんにお邪魔します。あのほや、前回の星空から何ヶ月やろ、3ヶ月ぐらいで、また新作が出たんですよね。それがまたいいんで、ちょっと紹介したいなと思います。その前のやつもあるんですよね。そう、前のやつもあのホヤが、テントスさんオリジナルホヤ、そう、テントスさんオリジナルホヤが3種類あるので、それも紹介していきます。 Say it again, say it again You're saying you're sorry, so say it againはい、じゃあ田中さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、はい、前回あの紹介させていただいた星空、こちら、はい、星空なんですけど、結構いろんな人に好評があって、で、今ほんまに青、真っ青って感じなんですけど、照らすと本当に星空みたいな、なんていうの、綺麗な、もう満天の星空みたいな感じで照らされるんですけど、はい、これはなんでこの星空を作ろうって思ったんですか？つけた時に感動できるようなランタン、はい、あんまりアンバーとかっていうのはいっぱいあると思うんですけど、はい、つけた時のギャップがあるのはなかなかないなっていうのがあって、うんうん、確かに。で、ちょっと気泡を入れてやったらいいんじゃないかなっていうとこから作ってみました。で、ガラス職人さんが一つ一つ手作りしてくれてるっていうことで、本当に個体差があって楽しいですよね。選ぶもまた楽しかったです。なのでぜひ星空、まあ他のホヤもそうなんですけど、すごい選ぶも楽しんで、店頭まで来て、でもあれなんですよね、予約、今回はそうですね、受注というか予約で生産させてもらってますんで、はい、まだ注文いただけますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうか、もう本当にいいホヤです、これは。星空は他は何かこだわった点とか？こだわった点は、はい、下からグラデーションを入れてます。あ、そうなんですね。はい、なんで、はい、若干の光量は下の方が明るくなって、もう、はい、そのグラデーション入れるっていうのもちょっとこだわって作ってもらいました。へー、つけた時の様子がこちらです。で、伝わるかな。映像で伝わったらいいですけど、もうね、ハマりますよ。これもう一回持ってたらキャンプ行きたいってなる。もうキャンプ持ってってつけたいってなる。ほや、すごい素晴らしい商品やと思います。じゃあ星空の方、予約販売の方も始まってますのでね、はい、ぜひ急いで予約してください。ありがとうございます、お願いします。はい、星空でした。はい、じゃあ次行きます。じゃあ続きまして、今回の新商品のホヤ、こちら、はい、月です。星空の次が月、すごい素敵だなって思ったんですよ。私インスタで見て、もう一目惚れやったんで、すぐ買いに行こうと思ったんです。で、今こんな真っ白、またさっきの星空みたいにつけてないとかよ、ほんまに真っ白なんですけど、つけるとなんかぼやーっとそうなるように、はい、ね、浮かび上がるような光、すごい幻想的やったんで、すごいなと思って。で、またこれもまた一つ一つ職人さんがね、手作りなんで、個体差が面白い商品です。これは月、はい、まあ、星空の次が月なんですけど、はい、これはもう考えられてたんですか？次は月しようみたいな。そうですね、星空が出ときたら月かなっていう、はい、確かにっていう
ぐらいの考えだったんですけど、はい、いやでもほんまにあの前回私早速キャンプでつけさせてもらったんですけど、星空の横に月を照らしたらすごいもうまた映えて映えてもうみんなもわこれ綺麗わって言ってたから、もうつけた様子を一度見てください、ご覧ください、こちらです。でまたこれが幻想的なんですけど、この一発でこの綺麗なガラスグローブ出来上がったんですか？4、5回やり直しというか作り直していただいて、はい、でやっとここまで来たって感じです、はい、え、星空と比べてどっちが難しかったというか、イメージに近づけるは月の方が時間かかりました、ね、あ、はい、やっぱりこの白っていうガラスグローブ、はい、ってめったにないですよね。そうですね、白っぽく見えるんですけど、うん、はい、一応マーブル加工されたガラスに、はい、ベージュとグレーを混ぜてもらって、はい、でクレーターの凹凸を表現してもらってるんですけ ど、 なるほど、さらに月っぽさを出すために、はい、最後に白を、はい、入れてもらってっていう感じなんで、あ、結構いろんな色混ざってるんですね。混ざって、はい、影がクレーターっぽい影が出るように、なるほど、はい、してもらってます。すっごい綺麗です、本当に。これもまた個体差があるので、ぜひあの数があるうちに店頭まで来て選んでほしいなって思います。お願いします、ね、はい、まだ発売されてそんなに経ってないですよ ね、 そうですね、うん、はい、まだ1ヶ月も経ってない、経ってないですね、はい、まだ在庫まだありますか？あります、はい、なので急いでください、星空みたいになくなりますよ本当にこれは女子が好きかな、なんかと思う。星空は男性に結構人気あったんですけど、はい、月って分からんけど女性がなんか好みそうな感じかなって思って、いろんなランタンの色に合うかなと思います。確かに、はい、合わせてもらえたら、ね、これ今白ですけど、うちはあれ何色って言ったんですか？スパークリングアイですか？ SI です。フュアハンドで、よく綺麗に似合ってましたまあ、いろんな色にほんまに合う小屋やと思います。ぜひぜひ皆さん店頭まで来て実物見てください。月でしたじゃあお次は、実は星空の前に一つホヤが出てたんですけど、こちらダイヤグローブ、はい、ダイヤグローブでいいんですか？ダイヤグローブで大丈夫です、はい、これも不思議な色しててすごい綺麗なんですけど、グレーパウダーっていう、グレーパウダー、はい、なんですけど、はい、ダイヤがな、トランプで夏っていう意味、夏に最初に発売したんで、はい、まあ、そのダイヤ柄にしたり、あ、なるほど、最初はもっとそのスタッツが効いたようなトゲトゲしの作ろうと思ったんですけど、あ、はい、まあ、出来上がった意外にこれがいいなってなったんでこれでいきましたそんな理由です、そのまま、はい、スタッツって結構ハードな感じするけど、そうですね、それは金型がないと作れないって感じだったんで、一点一点職人さんのどれも、はい、手作業になりますんで、うんうん、まあ、それはちょっとなかなかむっちゃなあれやったんで、まあこの感じで、はい、なるほど、職人さんのこだわりが詰まってる一つですね。そうですね、金型じゃないってことは木型になります、はい、木でなんで一点一点ちょっと全部フォルムがちょっと丸かったりシャープだったりとかっていうのがあるんですけど、もうハンドメイドなんで一つの魅力かなと。確かに、あの星空と月と違ってこの凹凸があるからすごい上品な感じに仕上がってますよね。もうダイヤっていうから私あの何カラットのあのダイヤのイメージでやったんですけど、そう、夏の夜空みたいな。そうですね、はあ、それ聞いたら余計なんかドラマチックなね、綺麗な印象を受けるかなって思います。でこれもつけた時すごい綺麗で、私次また買おうと思ってるもう沼なんですよ、テントさんは
作るガラスグローブ一つ一つすごいこだわりが詰まっててすごいなと思います。もう発想がかっこよすぎてどれも光の見え方が違うんで。そうですよね、はい、はい、見てもらえたらと。え、これも個体差あります、はい、これもあります。色の具合はこれが一番差があるんじゃないかなと。そうなんですか、はい、もっと紫が強かったりグレーが強かったりっていうのがあるんで、フォルムも一番これが個体差ある気がします。はい、そうなんですね。いや面白い。え、これも今在庫あります？これも在庫あります。あ、はい、じゃあ選べます急いでくださいもうね、多分知らないと思うんですよ。あのテントスさん知ってる人は知ってると思うんですけど、やっぱりここでしか販売されてないから知らない人多いけど、知ったら欲しくなると思うから急いでくださいで、つけた模様はこちらです。綺麗ですよねもうすごいこの凹凸に照らされた感じがすごい、揺らめき方とか綺麗なんで、ぜひぜひこれはキャンプで灯したいないつか灯したいと思いますぜひ店頭で見ていただければ、はい、選んでいただければなと思います。まあだって3種類ありますもんね。まあ、3種類ですね、はい、3種類あるし、3種類の中でも個体差があるから全部ね、はい、ぜひ皆さんテントスさんへ GO ですありがとうございました。素敵なホヤでした。テントスさんありがとうございました。はい、はい、で3種類のガラスグローブの紹介どうでしたでしょうか。これめっちゃいいのよ。並べたらやっぱり高級感あったりとか、この月の幻想的な感じだったりとか、夏の夜空、うん、に星空、星空、夏の星空に月が通るってことですね。すごいですか。すごい、夏の星空に月そう、ぜひ皆さん本当にキャンプで灯してほしいと思います灯しましょう皆さん灯しましょう、夏の星空に月を。ファイティアオチャンネル、ママでしたバイバーイまた会いましょう。